遊び仲間。71、ナナミ。早いけどこれ買ったの。早いけどこれ買ったの。あー、なるほど。暑いはホットで、車はカーです。ということかな？ってことですよね。はい、ホットカーペット。はい、正解。次。チッヒー。チッヒー、言いにくいな。今日はお出かけ、これ見てきた。何？麺。麺が、1、2、3、4、5、6、7。あー、はいはい、うん。随分、緩急つけてくるね。はいはい。地面鳥。はいよー。次、元木くん。実は、これ目指してます。横綱。またこのパターンか。あの、文字ね、ちっちゃくしたり、でかくしたり、小とか大とかやめてくんないかな。小、節、かでしょ？ねえ。おい、小、節が小さい、小節か。あの、多分ね、慣れないよ。きっと、小節か。このレベルじゃ厳しいと思うけどな。タク、今日これ食いに行かない？タコ。タコ飯？あー、そっかそっか。タコ飯でもいい気もするけど、多分もう一ひねりがあって、タコライスかなー。あ、間違った。はい、正解。タコ飯はダメなの？78、佐々木。昨日はしゃいでたらこれなくしちゃったんだけど、あれは、サメ、違うね。あれは、シャチか。はは、そういうこと。ああ、なるほど。そういうことですね。シャチが乗ってる旗ですと。はしゃいでシャチ旗なくすってどういうシチュエーションなんですかね。そこが興味あるわ。タツミルカン、なんだこれ。おお、なに、ルでできたカン、ルルカン、ルん、ルお、なんだこれ難しいぞ。でも、ルは多分、入るよね、答えの中に当然ね。ルっていう文字は入る。なにゃんなる、なんだらかんみたいな感じの答えでしょう。かん、かん、かん、かんビールと行きたいところだけど、B の説明はつかない。ル、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 ルールル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 ルカンガールーのね。もうノリだよね、問題が。ノリだけの問題だよ。最後、80、高田。これ持ってる？なわけないか。か、って、注射。これなんか、ママじゃないの？か、って、注射でしょ？ってことじゃないのこれ。カチューシャ。うん。カチューシャ持ってるわけないかってことは、主人公これ男なんだね。何も描写はないけども。さあ、キーワード。目地嫌いクヤーと。
もうなんだ、やばい、ピンとこない、ピンとこないパターンは結構ちょっときついぞ。時間かかるやつだ。ちょっと細かいこのマニアックなところを考慮に入れて。じゃあライターじゃあ、小さい矢がねポイントなんだよねきっとね。じゃあとかキャーとかどっちかだ。じゃあかキャーだ。キャーって難しいな。じゃあだねやっぱりね。ん、ちょっと待って、ヒント、目は2番目の文字です。ほう、目は2番目。イメージ。あ、わかった。おお、ヒント一つでわかったぞ。きついよこれ。イメージ。キャラクターなんじゃないの？よし、はい、次、高校の友達。お、中学の友達もあったよな。今度高校の友達、いろいろ出してくるな。やっちゃん、模様替えしたい、これ買いに行かん。車が10、カーが10。いいね、やっぱりね、それぞれのステージの1問目はやっぱりこういうちょっと簡単なところからね、やってもらわないと心が折れちゃうから。はい、ヤギ、いつもこれ食べないんだよね。おお、何、快速食べ物、快速スピードブレーカーかっこいい。怖っ。英語じゃないな、読み方か。貝、貝早、怖コア速、コア速。うん、ヒント。はい。コア速速い、それぞれ、あ、英語だよ、おい。え？コア速、ブレーク。速い。ファースト。ああ。うわぁ、きついな、これもなぁ。そっかぁ、ブレックファーストかぁ。きついなぁ、悔しいなぁ。でもちょっとこれ、もうちょっと考えればできたかもしんないなぁ。英語じゃないって真っ先に言っちゃったけど、英語だった。ブレックファースト、うん、朝食。のぞみ、こんちゃ、はてなに当てはまるものは？P.N.D. あー、これもでも、子供はこれわかんないよね。なんか似たようなのね、問題やったことあるからね、ピンときたけど。これ車のギアでしょ？パーキング、リバースか、後ろにね、バックするやつ。
ニュートラル、ドライブでしょ。うん。難しいと思うけど、子供には。高木、久しぶり、今ここに住んでるんだ。ああ、うん、はいはい。勝つって字が四角になってますね。勝つの四角。勝つ四角。はい。次。久し、こんな読めません。そんな落ち込むなよ。いちごタムス、いちごムハゴ。で、上に消しゴム。あー、なるほど。ごとむを消してねってことか。消しゴムだから。ってことは？はい。わかった。1たす1はですね。これ数字の方がいいんでしょうか？数字の方がいいんでしょうか？ OK, OK。2。はい。さあ、次。90。しっちゃん、ここ鍛えたいな。なんか言う方を知らない？ NO!脳は鍛えられる、鍛えられるね。脳を鍛える大人のトレーニングっていう、ありますよね、DS でね。ではなくて、でもこれって、脳が右側にあるから、こういうことなんじゃないの？右脳なんじゃない？右にある脳で。おー、ほいほい。まんまじゃん。そのまんまじゃん。はい。イージラッケットスッタヤ。ん？なんだこれ。いや、また小さい矢が出てきたぞ。小さい矢が繋がるのはもう、字しかないね。じゃ。スケトーダラじゃ。違うな。ジャケット？ジャケット。わかった。こんな答え用意する。もうやめなさいって。なんかこう、あ、間違えた。もう、なんか ひねるよね。ライダージャケット、これで10文字 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9。ああ、違う !9 文字だ。ちょっと待って、あと1つなんだ。え？巣が浮いてる。ライダースジャケット。っていうの。やばい、わかんない世界に入ってきた。ライダーズジャケット。ああ、正解だった。待ってた。サークル、交友関係広。ひさし、あ、英語得意じゃなかったっけ？わかる？舐められてんな。ハテナに当てはまる共通のアルファベットは？おお、もう余裕ですよ。これはいいね。こういうクイズ好きよ。E を入れると、セブンティーンになるでしょう。はい。17。中島さん、ずっと考えたんだけどわからない。P が2、S が1、H が3、T が。これ画数なんじゃないの？違うのかな？ P は2じゃない？簡単すぎる？いやでもそういう簡単すぎる問題もいろいろあったからね。あ、正解やっぱり。やっぱ画数だよ。ゆうやくん、今ここにいない。え？違う、今ここにいます。電波ない。T はさっきの過去のクイズにもあったんだけど、トンって呼んでるから、
布団が寝てますね。で、電波がないと。うん。すべてが合致した。トンネル。はい。はい、99。小松、これ一緒に一度見ておきたいんだよね。も。も。あ、出た。英語パターンじゃないこれ。はい。も。目は英語で、あーい。ってことでしょこれ。モアイ像。まあ確かに見てみたい。モアイ像。さあ、100問目ですよ。ミカ、この前の母の日にこれあげたんだ。まだ続くのかな？うん。どっちともマウスですけど。そういう意味じゃないよね。チュー。あー、なるほど。またリップと読ませる、あれを。はい。ネズミがチューのリップで、チューリップ。さあ !100 問目クリアで、キーワード、あ、わかったぞ、これ。これはわかったぞ。ほんとね、こういうピンとくるときはね、結構サクッとクリアできるんですよ。どうでしょう？こうじゃないの？違います？分合ってるでしょう。うーし、あ、またあった。はい、今日はここまでかな。ね、毎回50問ずつちょっとこう、サクッとクリアしていこうかなという感じで進めましょう。これ何問あるんだろう。1000問あるとか言ったら死んじゃうからね。せめて200問ぐらいで終わってほしいな。はい、この実況誰か見てくれんのかな。単純に俺がクイズやって楽しんでるだけだからね。うん、まあ、はい。とりあえずちょっと、首かしげながら実況動画作ってアップしたいと思います。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。